開発につきましては米または米粉とかぼちゃというものを使っての菓子製造という取り組みでございます。シフォンケーキとあと隣の子につきましてはかぼちゃプリン2種類を作ってございます。ひまわりクッキーにつきましてはバターとアーモンドを使って、卵、米粉、長かぼちゃのパウダーを混ぜてというようなかぼちゃまんじゅうで、オーランを混ぜてとかですね、大和芋を混ぜて、食べやすくしたりとかいろいろな、工夫を取り入れているところです。長かぼちゃのクグロフ、クグロフというのはこういった形のですね、を言っているそうです。一番上にはかぼちゃの種がトッピングということで、シフォンケーキは中志さんの米粉を使い、ひまわりオイルを使ってまして、あと自社の ひまわり粉という卵を使って作り上げました。しっとりした滑らかな味に仕上げております。今回の産品開発につきましては、中志の農産物を使ってということで、お米とかかぼちゃとか、または今まででひまわりっていう PR してきましたので、ひまわりを取り入れたそういったもので商品開発をして、今後市としましてはこういった産品開発を進めるとともに、ブランド化で中志の産品をどんどん PR広告していきたいなと。見るだけではわからないと思いますので、中丸ちゃんのお店で売ってますので、ぜひお買い求めになっていただいて味を試していただきたいと。きっと顎が抜けるくらい美味しいお菓子だと思います。よろしくお買い求めください。菓子製品中丸ちゃんと、おかしな仲間が完成し、先ほど市産品開発事業審査会で承認されましたので、皆様にお知らせをしたいと思います。開発した商品については、資料にございます通り、4品目でございますが、